冷凍のが。僕もあれですよ、コンビニ飯慣れてるからうまいと感じるんだろう。大概うまいもんね、コンビニの飯って。延命治療なんかしてないんですよ。ちょっと勘弁してくださいよ、延命治療とか。匿名じゃあれとか。緩和治療してるだけですよ。緩和ケアですよね。行きたくはないよ。長生きはしたくない。匿名じゃないと。氷水溜まったらね、氷水を検査するときどうするんですかって聞いたらさ、背中から針ぶっ刺してこうやって、検体を取るんだよって。嘘って痛いよね、肺までぶっ刺すんでしょ。こんな針なんじゃないの、ここね。これはちょっとあれだけど 映画とかに出てくるような、映画でよくやるじゃん、こう。シャキンって。よくやね、映画に出てくる、注射針でしょ。針は細い。検査してない。胸水の方はね、多分こう腹水が抜けてきたらなお回復して、胸水も抜けるから。回復するよ。したらお前切腹しろよ。切腹しろ、お前自殺しろよ。俺がもし腹水が治ったら。切腹だよ。
いしょ。ラクツロース。10ぐらいがやっぱちょうどいいのかもね。